お疲れ様ですなんか流行りのカップラーメンってあるみたいじゃないですか私全然分かんないんですよでいつかねその一風堂のカップラーメンが出た時に好きで食べてたんですけども今度一風堂じゃなくて一蘭っていうのが出た時に高かったらしいじゃないですかであのー、どこに行っても手に入んないんでそのメルカリでね1つ1,000円で買ったんですよ原価500円ぐらいだったらしいですけど倍価っていうかで食べたんですけども あんまり美味しくなかったっていうか私好みじゃなかったんでやっぱ一風堂に戻りましたねうんで味噌ルとか味噌ナンとかっていうのがあるみたいですけどももうあんまりカップラーメンには興味がないんでなんかあるみたいだねってことは知っていたんですけども全然その関心を向けてなかったですよねだからもしかしたらカップラーメンに乗っかってやった方がいいのかなって気もしますしまあでも乗っかるものって色々あるじゃないですかで今日乗っかったものはね大悟さんがガーシーみたいに暴露してるわけなんですよ で、暴露するガーシーを散々リスってた、その、大悟さんが、自分がね、意外にも、人を暴露する動画を出していたみたいなね。で、その暴露の相手が、あのー、誰だったかな。よくわかんない人ですよ。ロンドンブーツの、アツシっていう人ですよね。西村アツシだかなんかわかんないですけど、全然わさし、わかんないですね、芸能人のことが。で、アツシが、スタジオにいて、ロンドンブーツが。で、大悟さんが、 なんかのね不思議なやつをやったらしいんですよそしたらあつは後日談であのだいごにサインを送ってたやつがいるみたいなことを言い出したんですよねでそれをなんかあのだいごさんがちょっと何ホームレスを叩いてすごく落ち込んでるときにかぶせるようにやったからあのー、あいつはそういうやつだみたいな感じでだいごさんがねあつのことを怒っていたんですけどもまああつさんもね いや、大悟さんを見抜きましたよみたいな言い方を当時してたのを私リアルタイムで見てたんですけども、でも、たまたまそこにいる人がサインみたいなことをしてたからといって、大悟さんがインチキをしてるっていう風に結びつけるのは、ちょっとこうね、あのー、考え方が汚いなと思って、たまたまそういう格好をしてただけかもしれないし、たまたま、うん、思わせぶりな格好をしてただけかもしれないのに、何の証拠もないのに、熱い、熱いさんは、大悟は、 カンニンニグをやって実はメンタリストでも何でもないんだみたいなことを言ってましたけどねまあでもそもそもメンタリストって言っても売り方がメンタリストなだけであって高度な心理学とかすごくね気が付くんでしょうねでおそらくこうなんじゃないかなってものをあのいわゆる言い当てるのがすごく上手というね洞察力があるというかで超能力的な洞察力なんですごい人ってなってそれを売り込むためにメンタリストっていうふな あの、看板をつけたんじゃないかなと思うんですよ。そんなのは別にね、あの、いちいち私が言うまでもなく誰でもがわかることだと思うんですよ。ミスター・ Mr. マリック超魔術とか言ってね、あれだって手品なのに、超魔術っていう,う、この入れ物に入れたことによってね、その価値が高まるみたいなこともありますし、ユリケラーだって別にあの、マジシャンですからね、それをスプーン曲げをするみたいなこと言ってますけども、いや、スプーン曲げしたのは50年前なのに、未だにスプーン曲げしかできないっていう、何なんだ、みたいなね。 <laughs> そろそろスプーン以外のものもね、なんかこう、エッフェル塔でも曲げてみろって話なんですけども、曲げられないし、物理的にスプーンを曲げる力と、スプーンを1ミリでも浮かせる力って、物理的に考えたら同じようなもんなのに、空中に上げることはできないんですよね。まあ、いろいろと突っ込みろはあるわけですけども、でもそれをね、暴くんじゃなくって、楽しむってことでいいと思うんですよ。エンターテイメントなんでね、大悟さんもユリギラーでも何でもそうですけども。それを、よし、秘密を暴いたぞとか言って、その、芸能人が、なんかね、 あの、枕営業を強要して、その秘密を暴くガーシーみたいなのと、それはもう完全に、不法行為を暴いて、こいつが悪い人ですって言ってるんで、正義の暴きじゃないですか。でも、その手品のトリックを暴いてね、それで商売を邪魔するっていうのは、まあ、いかにもなんかね、どうなんだろうっていう気がしますけどね。うん、そっちの方を今日はね、乗っかってみました。あ、大して再生数上がってないですけどね。うん。 田村敦史をパクる。あ、田村敦史。d a i が田村敦史をディスるについてって感じですか。いってらっしゃい。